織田信長さんから滝川一松さんへの手紙。滝川宛て、話は聞いた。確かに関東は西国に比べたら何もないつまらんところだろう。頼むからあと2年、いやあと5年、私のために励んでくれ。所領返すから隠居させてくれ、とか悲しいことは言わないでくれ。もう少し頑張れば西国にでかい隠居料やるから。道国をまとめられるのはお前くらいしか思いつかんのだ。今度茶道部やるから。かわいい。滝川一松は絵に描いたような保身家や。滝川一松とかいう信長軍団で一番地味なやつ。一番有能だから信長死んだ後、露骨にはぐられたんじゃなかったか。滝川一松、上野州はワイらが負けた後はすぐに北条に振るんやで。上野の人質はここで返す。もし、それでもワイと一緒に行動したいんなら最後までワイが面倒見るで。信濃の人質は信濃抜けるまで同行してもらう。何かあっても絶対コロさんから安心せいや。もし、我らが北条に負けたら白は空城になるからその前に元の領主に返すから安心せいや。もし道中に我らが討ち取られてもしゃあないんで別に恨まんで。何、白を返す前に真田に岩びつと沼田奪われた。そんな必要なかったんやで。まあしゃあないな。みんな頑張って生きろや。こう言い残して自分の直身の手勢4千で北条2万にぶち当たって相手を渡河不能にさせてから、ダッシュで伊勢へ逃げてった。偶勢。乱世に生きる聖人。